はい、皆さんこんにちは。それではですね、今日はですね、2月18日に迫りましたね、イベントのガイダンスをしていきたいと思います。アガルト専任講師の豊村啓太です。よろしくお願いします。ですね、今度の2月18日土曜日なんですけれども、こっちがいいか。13時30分から、ベルサール飯田橋駅前というところでですね、イベントを開催していくということになります。こちらのイベントですね、2部構成になってまして、第1部はですね、皆さんに多子選択とか、択一の問題を解いていただいて、解き方みたいなね、解法みたいなことをお話ししていくということになります。で、第2部は、私が担当しています、入門総合講義、演習総合講義の、ガイダンス、そして、個別相談会ということをやっていこうと思っております。で、ご来場いただいた方にはですね、こちらですね、行政書士試験、択一式対策完成の問題、民法80問、多子格試験の重要問題を解くというね、これ Amazon で限定発売している本なんですけれども、こちらの本をね、お一人一冊ずつプレゼントしたいと思いますので、ぜひね、お時間ある方はご参加いただければと思います。それから、あと、僕のクラスのね、去年の出身者で、合格しましたという方で、合格報告されたい方もね、どんどんご自由にご参加されて構いませんので、お待ちしております。短い時間ではありますけれども、こちらの、合格戦略でですね、2017年行政書士試験の合格を勝ち取っていただければと思います。はい。では皆さんのね、ご来場をお待ちしております。